い、私が演じさせていただいている主人公は、相手の目を見ると心の声が聞こえてしまうがゆえに、なかなか人との関係をこう作れなかったりとかする、ちょっとこう臆病になってるキャラクターなんですけれども、ジョンヒョプさん演じる韓国人留学生と出会うことによって、相手が何を言ってるのかがわからないという、そういうところで2人の関係が進んでいくっていう、そういうお話になっております。だから普段は心が読み取れる。だからまあ会社の中でもいいことがね、たくさんあったりするんですが、でも心の声が韓国の言葉だから、そうなんです、わからないという、そこでときめきがね、何を言ってるんだろうと、まあ、興味が湧くとか、もうマリちゃん聞いてるだけでキュンキュンしてる。もう今のだけでキュンキュンしてる。